ニコロ・ピッチンニ・ニコロ・ビート・ピッチンニはイタリアのクラシック作曲家。名前はニコラ・セイワ・ピッチーニとも、クリストフ・ビリバルト・グルックとの音楽的対立が論争を引き起こしたことで知られる。バーリに生まれ、ナポリでレオナルド・レーオやフランチェスコ・ドゥランテの下で教育を受けた。この時ピッチンニは同じく音楽家であった父親に同じ道を歩むのを反対されたが、 バーリの司教の調停のおかげで音楽教育を受けられたのである。ピッチンには1755年に最初のオペラ、レダン・ディスペートスを制作し、1760年にはローマで自らの幼年期に関する傑作シェフディウーブルとヨーロッパでの成功を達成することとなったオペラ・ブッファ、チェッキーナ、または良い娘らチキーナ・オシア・ラボーナ・フィギューラを作曲した。 それから6年後、ピッチンニは王妃マリー・アントワネットによってパリに招かれた。彼は1756年に弟子のヴィンチェンツァ・シビラと結婚していた。彼女は歌手であったが、ピッチンニは結婚後、彼女がステージ上に出ることを許さなかった。その後の彼の作品は全て成功を収めたが、グランドオペラの監督たちは、わざとピッチンニがグルックと対立するよう企み、 両者に同じ題材を同時に取り扱うよう仕向けた。パリの市民はグルック派とピッチン2派の対立する2派に分かれ無意味かつ不名誉な争いを起こした。グルックの名作イピゲネーアは1779年5月18日に諸演された。ピッチン2のイピゲネーアはその後の1781年1月23日に諸演され17回上演されたが、 その後忘れ去られた。2敗の争いは、1780年に、クルックがパリを去った後も続き、後には、サッキーニを新たなライバルに仕立て上げようとする試みも、なされた。ピッチンには、好評を受け続け、1787年に、クルックが亡くなった後、彼を記憶するために記念碑を建てることを申し出た。1784年に、ピッチンには、 王立音楽学校の教授となった。1789年のフランス革命勃発に伴い彼はナポリへ戻り、最初はナポリオフェルディナンド4世によって交遇されたが彼の娘がフランスの民主主義者と結婚したことで長を失った。その後9年間彼はベネツィア、ナポリ、ローマなどで不安定な生活を送ったが1 7 9年にパリへ戻っている。 人々は彼を熱狂的に迎え入れたが、彼は収入を得ることができなかった。ピッチンにはパリ近郊のパッシーで成去した。去年72。その死後、記念の名版がバーリの彼が生まれた家に設置された。ピッチンには80作以上のオペラを制作しているが、後期の作品がフランスやドイツの舞台作品の影響を受けているものの、 彼は18世紀の印象的なイタリア学派の下にあった。バーリ音楽院は彼の功績を称えニコロピッチンに音楽院と改名されている。ありがとうございます。